おい、見つかったか？いや、まだだ。僕は追われていた。ダメだ、このままでは見つかってしまう。こんなところにいたのか。ついに見つかってしまった。僕は茂みから飛び出した。逃げたぞ、おい。おっと、君どうかしたのか。おい、なぜ逃げるんだ。住所と名前を聞いただけじゃないか。この子がどうかしたんですか。え、あんたは一体誰だね。この少年の知り合いか。いえ、そういうわけじゃないんですが、この少年がこんな時間にうろついていたので不審に思い、声をかけたらいきなり逃げたんですよ。君、とにかく交番まで来てもらおうか。ちょっと待ってください。突然こんなことを言うのもなんですが、ここは私に任せてもらえませんか。何？そんなことできるわけないじゃないか。おや？あなたは確か。何か事情がありそうだから話を聞いてみようと思うんです。構いませんね。あなたがそうおっしゃるなら我々も安心ですよ。ではよろしくお願いします。どうもありがとうございました。いやいや、そんなことより喉が渇いただろ。どこかで何か飲まないか。ごちそうするよ。僕は男と一緒に小さな喫茶店に入った。君は離れ離れになったご両親を探すために旅をしていたのか。何か訳がありそうだね。言いたくなければいいんだよ。そんなことよりも、これからどうするつもりなんだ。泊まるところもないんじゃないのか。この人一体何者なんだろう。小さな喫茶店だ。なかなかかっこいい男だ。30過ぎってどこかな。そうだな、中学を卒業したての15歳、現在家出中。こんなところかな。僕は決して怪しいものじゃないよ。なんて言ってもそらぞらしく聞こえるんだろうね。君を見ていると昔の自分を思い出すんだ。
だから放っておけなくて声をかけたんだよ。会ったばかりでいきなりなんだが、今日のところは僕の家へ来ないか？君は本当に昔の僕と似ているよ。失礼ですが、あなたは？僕は宇津木俊介、私立探偵なんだよ。探偵？気ままな一人暮らしさ。どうだろう、さっきの話。無理にとは言わないが。僕に気を使う必要はないよ。君がいいと思うようにすればいいんだ。警察と知り合いのようだし、悪い人でもなさそうだ。それに、とりあえず当てもない。じゃあ今夜はお言葉に甘えてお世話になります。そうか、決まりだな。じゃあ早速行こうか。ああ、そうだ。ところで君の名前は？僕は。よし、行こうか。こうして私立探偵宇津木俊介と出会った僕は、やがて先生の助手となった。そうすることが離れ離れになった両親を見つける一番の近道だと思ったからだ。僕は先生の助手としていくつかの事件に関わった。そして僕はこの恐怖の事件に